リワちゃん、ようこそ。お邪魔します。ようこそ。ここですね、リワちゃんの開拓中の開拓地。はい、こちら。まだ名前決まってないの？決まってないね。どうしよう。お邪魔することになりました。群馬県高崎市の十文字ってとこにあるんですけど、はい、なんかこう十文字って十文字って書くから、なんかなんかいいこと書けれたらな。あ、なるほどね。どうしようかな。素敵。今日はちょっとね、レオラに試して見てもらって、はい、のキャンプをで、いろんな意見聞きたい。いや、もうすでにいいなって感じだけどね。まだ何にもないからさ。そうね、すごいね。でもこう草を刈ったりとか、そうされてましたが、とりあえず来たの。あの、今日は友達をさらに2人はい呼んで、そうです、みんなキャンプする人たちで。そう、ちょっと足元気をつけて、うん、刺さるから。同行させてもらうことになりました。コラボってことで、私も今そう初コラボです。私、イエーイイエーイ。というわけで、すごい量だ。今からテントを立てる場所をきれいにします。イエーイ。これ今これが針葉樹で火がつきやすくてよく燃えるけどすぐ燃え尽きちゃう。そう広葉樹はつきにくいけど長く燃えるんだって、はい、ということで、そう、まず針葉樹からつけて、これ着火剤今下に見たこれ大晦日アップだからね。そうだね。そうだよ、今年ラストのキャンプ的な、うん、そうだよ。できました。部屋違う。キャンプ場の関係者の皆さんが集まってます。本当に自然の中で生活してると思う。経営なんていらないんですね。タッチオープン。電気毛布どうですか。わあ、いいな。やっぱり先を行っています。わかった。襲いに行くわ。ありがとう。わかった。おやすみ、リバちゃん。
見に行ってみよう、ワンちゃん。じゃん。いやー、よかったよかった。よかった。よかった。湾曲している感じですか。あ、またね、このね、お、というわけで、今回はリファちゃんが今、キャンプ場をね、うん、開拓している、まあ、その真っ只中の場所に遊びに来させてもらいました。イエーイ、ようこそ。楽しかったね。ありがとう。もう楽しすぎて嬉しすぎて本当にテンションやばかった。もう思い出したくないぐらい、いや思い出すの怖いぐらいテンションやばかったよね。ちょっと夜は映せないくらいのあのってなってましたけど、踊ってた。でもね、なんかそういう使い方ができるのももしかしたら今だけかもしれないし、いやそうかも。すごい贅沢だなと思いました。貸し切りで今回はね、すごい Vlog な感じだったんですけど、うんうん、はい、でもあのこんな感じでお友達とはキャンプしてるよっていう雰囲気が見えたらいいなっていうのと、うん、あとでこんな風にキャンプ場ってできるんだなってなってさ、ね、思ったからさ、うん、なんかよりその今後行くキャンプ場に対しての気持ちっていうかさ、感謝の気持ちみたいな本当だよね。何にもないところからみんなさ、多分手作りとかで始めてるんだなっていう、そうそう、それをすごく思いましたね。え、ね、本当私もリオラの豊富な情報と意見っていうかね、なんか本になったりアイディア、一緒にそう、うん、アイディアをね膨らませてすっごい楽しかったし、何よりなんか本当まあ都内からだいたい3時間ぐらいか、そうだね、かかるから、うん、ここまで一緒に来てくれてめっちゃ嬉しかったし、また来てほしい。もうね、私は最初から行きたいって言ってそうそう、連れてきてもらった感じだから、そうそうそう、またぜひなんか手伝えることがあったらいっぱいある、やらせてほしい。なんかあのこの落ち葉かけもすごい落ち葉、ね、楽しかったし、確かにそっから始まったね、うん、なんかそういうのもやりたい、やらせてもらえたら嬉しいなと思います。ぜひお願いします。あのこの動画は今年ラストの動画だから、みんな、そう、みんな良いお年を、良いお年を、来年もリファちゃんと、キャンプ行けたらいいなって思います。絶対行くっしょそれではまた来年、うん、また来年、リファチャンネルのコラボも面白いから見てね、ぜひ見てくださいリオラでした。リファでした